皇室。皇室は天皇及び皇族の総称。教義には内定皇族、皇義には天皇とその近親である皇族を意味するが、皇族の範囲は時期によって異なる。近代、明治維新以降は天皇と内定皇族を家族とする内定と皇太子以外の皇族男子及びその家族で構成される見分けを意味する。 皇室天範第五条に定める天皇の配偶者である皇后、先代の天皇の未亡人である皇太后、先々代の天皇の未亡人である、太子皇太后、また皇太子、皇太孫、皇太子妃、皇太孫妃,妃,妃、皇族男子たる新王、王、さらには、生まれながらの皇族女子である、内新王、女王がある。新皇妃、王妃は親王、新皇、 王の配偶者となることをもって皇族とされる。戦前、大日本帝国憲法した日本国憲法施行までにおいては、提出とも呼ばれていた。一般国民の女性は皇族男子との婚姻により皇族になることができる。また、十五歳以上の内親王、王、女王はその意思により皇太子、皇太孫を除く、親王、内親王、王、女王は、 その意志による他にやむを得ない特別の自由があるとき、皇室会議の議決を経て皇族の身分を離脱できる。なお、皇族女子は天皇皇族以外の者と婚姻したとき皇族の身分を離れる親戚効家、親戚効家。南北朝の合一以来、現在まで続く元皇党は北朝の流れを組んでいる。 712年に完成した日本最古の師匠、古事記及び720年に完成した日本最古の感染書、日本書期では、高間ヶ原より、日向の高千穂山に下った、天村降臨太陽の女神、アマテラス大御家の孫に,にぎりの地天村の彦の神武天皇を初代とする一つの皇統が、一貫して、日本列島を統治し続けてきたとされる。詳細は、 日本神は、神武統制等を参照。王家の始祖が神、神々や神話と結びつく、事例、現人神は、歴史上、世界各地で、多数の事例が存在するが、現存する、国連加盟国の君主制国家の中では、2018年、平成30年現在、唯一の事例となっている。ギネス世界記録においても、エチオピア帝国の高統。 紀元前十世紀のメネリク一世を始祖とするに、続いては世界第二位の古い皇統として記録されている。なお、エチオピア帝国の皇統は1974年、軍事クーデターにより廃絶している。2018年、平成30年現在まで続いている皇統としては、世界最古である。天皇は皇居内に御所を構える。宮内庁には、 道庁の内部部局として、自重職が天皇、皇后とその未婚の子女に関する事務を扱う機関として置かれている。皇太子及び皇太子妃、その子女は内定皇族でありながら、天皇とは独立した生活を営む。また、皇太子は、東宮、または東宮、春の宮とも呼ばれ、皇太子妃は、東宮妃、または、東宮妃、春の宮妃。 また区内庁には内部部局である東宮職が皇太子一家、東宮一家の事務を扱う機関として置かれている。宮邸は東京都港区元赤坂二丁目の赤坂、御用地内の東宮御所。近城天皇書生の時期宮や、筆頭宮家。宮邸は東京都港区元赤坂二丁目の赤坂、御用地内に所在。1997年。 平成9年3月からは、旧、秩父宮、宮邸を使用している。昭和天皇書生の時期宮や、宮邸は、東京都渋谷区東、旧、常磐松町の時は松御用邸。大正天皇書生の時期宮や、官人親王日信子とその子女は官人親王家として、皇室経済法で宮家としての扱いを受けていたが、官人親王の皇居に伴い合流となった。 当主であった、高人親王はすでに皇居している。宮廷は、東京都港区元赤坂二丁目の赤坂、御用地内の三笠宮、宮廷。三笠宮高人親王の、第三王子の高窓の宮則人新納が創設した、宮家。則人新納はすでに皇居しており、男子の後継者がいないため、日の則人新納ひきさが、宮家の当主を務める。2014年。 平成26年に、の子女王が婚姻により、皇籍を離脱し、2018年、平成30年に、綾子女王が婚姻により、皇籍を離脱した。宮廷は、東京都港区元赤坂2丁目の赤坂、御用地内の高松の宮、宮帝。戦後の連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、スキャプによる、占領下での十一宮家の皇籍離脱後、 イコール旧皇族、大正天皇の男結子孫とその家族のみが皇族として残った。このうち、秩父の宮、高松の宮、京急の三宮は、三宅聖員の全員が皇居したことにより断絶し、消滅した。三宅とは、日本において、宮郷を賜った皇族の一家のことである。神皇及び、長の家を指すこともある。宮とは、もともと、 天皇及び皇族の屋敷のことを指し、展示て住んでいる皇族のことを指すに至った。さらに、神皇の御位とと共に、旧との称号、宮号を世襲することが認められる霊賀寺、これが、宮家と呼ばれるものであり、個別には宮号に応じて、宮家と呼ばれることがある。ただし、現行法上はいずれも法的な根拠を持つものではない。旧の称号は、宮家のる、あるいは、 生前当主であった、親王個人の称号であり、その家族は用いない。三宅の内天皇の子女や兄弟が創設した三宅を、直三宅という。当銀の天皇との血闘の落ちこちにかかわらず、代々親王宣言を受けることで親王の御位を保持し続けた三宅を、世襲親王家という。皇室の儀式は、皇室令で細かく規定され、 現日本国憲法下で廃止された現在でも、基本的にはむねこれに従って行われる。皇室の儀式には、日本国憲法第7条で定めている、国事行為の儀式と皇室の指示で割れる、私的行為の儀式に区別される。天皇が行行を通する場合は国外であっても三種の神儀で、ある、八坂にまがたまを携帯する。戦後の人間宣言後に、 昭和天皇による地方巡行が行われたが、このような大規模な巡行はあまり行われることはない。五国法上や国家国民の安寧を祈るものである。代表的なものは主に現在の祝日、春分の日の春季恒例祭などにあたる日に行われている。急遽、戦災、東京大空襲や被災した地域に行行することがしばしばあるが、一般に、 かねてより計画されたものとなる。各国君主制国家の王室との関係は親密である。取り決めによって、それぞれの王室に不幸があった場合、反旗を掲げることと、服もすることが慣例になっている。天皇の国事行為の外国の外交官の切除の一環である、信任情報定式に際しては、皇室の馬車での送迎を認めている。馬車を使用した場合、 東京駅から皇居宮殿を車寄せまでの道のりになる。自動車での送迎も可能であるが馬車を希望する大使が多いと言われる。皇室の馬車による送迎は各国親善に役立っているという宮内庁ホームページ。2007年平成19年8月、馬インフルエンザの影響により馬車による送迎が見送られたことがある。明治天皇及び過去の天皇の巡行に習い、 昭和天皇以降も全国への巡行が行われている。主に式典の主品としての列席及び祝辞、長辞、開会、または閉会のお言葉として挨拶をするなどが代表的な活動と言える。さらに、医療、社会福祉施設、児童施設への訪問や戦没者などへの遺棄などへの参拝も積極的にこなしている。 新年の一般参賀は正月に皇居において天皇はじめ皇族が5回程度、長和殿にお出ましとして姿を現し国民の参賀を受ける。また、天皇誕生日にも同様一般参賀が行われる。ちなみに、宮内庁の発表によれば2008年平成20年度は過去最高の22,655人が参賀した。この一般参賀の参列者の多くは 日照期の小旗を片手に振りながら拍手で出迎えるのが恒例となっている。皇室の行事の一つで信念をがするために宮中で行われる和歌の会。一定の代に従って国民からの栄進化を募集している。宮内庁では勤労奉仕、勤労奉仕の名でボランティア活動として国民の自主的な意思に基づく無給奉仕による皇居及び 赤坂御用地の清掃活動への参加を受け付けている。参加に要する交通費及び宿泊費などは自己負担である。主に希望者は複数名からなる団体として申し込みをし、国民の祝日が重複していない平日の連続する4日間、月、日、水、木曜日、または火水、期金曜日で清掃活動を行うことになっている。 基本的には4日間のうち3日間は公共1日間は赤坂御用地で作業する。主な内容は敷地内の除草、清掃、庭園作業などである。また、区内庁職員による普段は関係者以外は立ち入り不可である敷地内の案内を受けることができる。多数応募がある場合は抽選となる。毎年全国47都道府県から 学校関係の団体、地域の婦人会など、多数の申し込みがある。これは、1945年、昭和20年の敗戦直後に、宮城県民の有志、広告奉仕団、三国奉仕団が、皇居の荒れように心を痛めて始めたのが起こりと、言われる。この勤労奉仕の参加者には、公務に差し支えがなく、非常事態などで控えられない限り、天皇、 皇后及び皇太子、皇太子日よりご会釈を賜る、面会と挨拶伝達ことができる。また、参加最終日には記念品として、以前は、恩師のタバコが授与されたが、2018年、平成30年現在では、和菓子が授与されている。宮内庁では、事前の予約に基づき、皇居をはじめ京都御所、仙洞御所、桂離宮などの参観を許可している。 また、日本人のみならず、法日外国人観光客にとっても、人気のある観光スポットにもな、いる。詳細は、宮中採取及び各校を参照。皇室用財産とは国において、皇室のように教師、または供するものと決定したもののこと、国有財産法第3条、第2項第3号。宮内省は、かつて明治2年、 1869年7月8日、古代の大乗管制に習って、いわゆる、二冠八章からなる政府が組織されたが、この際、かつての大法令に規定された、区内省、区内省、宮の内の司の名称のみを受け継ぐべく設置された、皇室関連の業務を行う省庁。1943年、昭和18年には、職員が、総勢6000人を上回っていた。 また、新任官という天皇が助任し、内閣総理大臣の副賞を必要とした高級官僚が国にいた。戦後、連合国軍占領下で連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の要求により縮小され、職員は1500人まで削減された。これに伴い、大部分の業務は他部局に移管された。所在地は東京府東京市麹島地区であった。 宮内省について、学術的に体系的に述べた本に、アメリカの日本研究家である、デイビッド・タイタスが書いた、日本の天皇政治宮中の役割の研究、現代は、パレスポリティクス・イン・プリー・ワール・ジャパン、戦前の宮殿と政治。宮内庁は、日本の行政機関の一つである、皇室関係の国家事務、天皇の国事行為にあたる外国の大使、 皇室の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務を司り、御事、国事を保管する、内閣府の機関である。所在地は、東京都千代田区千代田一番1皇居内、坂下門の北側。なお、宮内庁はかつて総理府の外局であったが、現在は、内閣府の外局、内閣府設置法第49条。 第64条ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている内閣府設置法48条。官報の掲載では内閣府については外局ではなく外局党として区内庁を含めている。1947年には区内府となり、さらに1949年に区内府は区内庁となって総理府の外局となり、区内庁長官のもとに 国内庁次長が置かれ、一官房三職二部と京都事務所が設置された。2001年、平成13年1月6日には、中央省庁改革の一環として、内閣府設置法が施行され、国内庁は内閣府に置かれる機関となった。公室費は、平成28年度予算案で、約61億円。公室費は、内定費、給定費、 後続費の3つに分かれている。皇室経済法第3条。また、区内庁費は109億3979万円。皇宮警察本部人件費は72億4500万円。皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長。 内閣総理大臣、財務大臣、区内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。皇室経済会議の主要な職務は次の通り。天皇と皇族が着用する、被服、ご服は、皇室令、天皇のご服に関する件と、同、皇族服装令に規定があるが、西洋のノブレソオブリージュの監修に習い。 大日本帝国憲法下であった、戦前の各皇族男子はほぼ軍務に服していたためそれぞれの大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍の複製によった。また、祭儀用の呉服については、その儀式においていちいちに規定されており、現在も慣習としてこれを踏襲している。なお、皇族女子の呉服は、長祭儀、詐欺用ともその詐欺にいちいちにして、 規定はあるが、それ以外は別段の規定はない。下記の2種は、1945年、昭和20年までの天皇の被覆に関して記す。なお、第二次世界大戦後、冒険宮家に属する皇族の親戚効家皇籍離脱以後、女性は元より男性皇族が、自衛官内市自衛隊員として自衛隊、陸上自衛隊、海上自衛隊、 航空自衛隊の服務に従事するようなことはないため、天皇の古服として自衛官制服、他国における軍服が使用されることはない。ご要装とご儀服、ご装束の2種に分けられる。下記の2種は1945年、昭和20年までの皇后及び皇太后の被服に関して記す。日本の皇室は、 紀元前660年、神武天皇即位期限元,元年2月11日の初代、神武天皇即位以来、現在の日本国につながる国家が建国されて、以来継続しているため、天皇及び皇族は姿勢及び名字を持たないとされる。なお、三宅の当主が有する、旧の称号は、あくまで三宅の当主個人の称号、宮号とされており、一般国民でいう名字には当たらない。 古代日本において、市政、すなわち宇じなと、カバネは、天皇が進化へ、賜物組みするものと位置づけられていた、市政制度。天皇は、市政を与える、超越的な地位にあり、天皇に市政を与える上位の存在がなかったため、天皇は市政を持たなかったとされる。このことは、東アジア世界において、非常に独特なものである。また、このことは、 古代より現在に至るまで日本で王朝が変わったことがないことを示しているとされる。延久四年1072年に日本の仏教像である常人は北宗の神宗への越見で本国の王は何等かと尋ねられた際に本国の王に姓なしと答えた文献がある。しかし、藤かばねが制度化される以前の大王、天皇の前身は姓を有していたとされる。 五世紀の和の御王が和山、山戸積などと称したことが、創女和国伝内史文定期などに見え、当時の和国王が和政を称していたことがわかる。このことから、創との作法関係を結ぶ上で、山和王権の王が政を称する必要があったのだと考えられている。また、随所和国伝に、和国王の政を、雨、雨、雨とする記述があり、 7世紀初頭まで大王家が政を有していたとする説もあるが、中国風の一時政でないことから、雨は政でないとる説もある。ただし、中国にも二時政がないわけではない、諸葛氏、芝氏など。大王家の和政は、中国の作法体制から離脱した5世紀末ないし、市政制度の形成が進んだ5世紀末から6世紀前半までの間に放棄されたとする説も提出されている。 吉田隆氏は、和国が5世紀末に中国の作法体制から離脱し、7世紀初頭の水庫朝でも和国王に作法されなかったことが、大王イコール天皇が性を持たず、性制度を超越し続けたことにつながったとしていい。皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を抗議する国の機関である。皇室天範28条以下に定められる。 重要事項について、皇室会議の儀を減る、または儀によることとされ、諮問機関とは一線を画する。皇宮警察本部、皇宮警察本部、A、インペリアルガードヘッドクォーターズは、警察庁に置かれている、付属機関の一つ。天皇および皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の経営、その他皇宮警察に関する事務を司る。 本部所在地は東京都千代田区千代田1番3号。本部長は皇宮警視官の階級の皇宮護衛官であるが、官令により内閣府事務官である区内庁職員にも併任される。本部の紋章は五三3りである。り門は菊花紋章と並んで古来から皇室の象徴とされてきた。皇居のうち宮殿及び皇居東御苑等の区域を担当する。 坂下ご栄所、御所、九中三伝統の区域を担当する吹上ご栄所、赤坂御用地、東宮御所、角宮邸等及び時は松御用邸、日立宮邸の区域を担する赤坂御栄所が設置されている。東京以外では、京都府には、京都御所、仙洞御所、京都大宮御所、桂離宮、修学院離宮及び小僧院の区域を担当する、京都御栄所を置き、 神奈川県の葉山御用邸、栃木県の那須御用邸、御料牧場、静岡県の須崎御用邸、奈良県の小僧院には、皇宮御栄館発出所が置かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。